今日のメッセージと次回のメッセージは、あるメニューでは子供をどういうふうにして育てるかということにもとてもつながってくる箇所であり、また逆に言うならば親がどのようにして子供に関わっていくかということ、そしてまたさらに言うならば教会がどのようにして子供たちを育てていくかっていう、そこにもつながるところであります。サムエル記の第3回目です。今日は1章の21節から2章の途中までなります。お読みするところは21節から、このしばらくお読みいたします。さて夫エルカナが家族と共に年ごとの生贄と自分の満願の捧げ物を主に捧げるために登って行こうとした時、ハンナは行こうとせず夫に言った。この子が血離れしてから一緒に主の御顔を仰ぎに行きます。そこにこの子をいつまでもとどまらせましょう。夫エルカナは妻に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待つが良い。主がそのことを成就してくださるように。ハンナはとどまって子に乳を与え、血離れするまで育てた。血離れした後、ハンナは3歳の牡牛1頭、麦粉1エファ、ブドウ酒の皮袋を1つ携え、その子を連れて城の主の家に登っていった。この子は幼子に過ぎなかったが、人々は牡牛をほふり、その子をエリのもとに連れて行った。ハンナは言った。祭司様、あなたは生きておられます。私はここであなたのそばに立って主に祈っていたあの女です。私はこの子を授かるようにと祈り、主は私が願ったことを叶えてくださいました。私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねられたものです。彼らはそこで主を礼拝した。お祈りします。神様、一人の女性の悲しみ、痛み、そして祈りへ、神様がそれを答えてくださいました。そしてその子を神様へにお返しいたしました。神様、ここにあなたの啓示、私たち一人一人に対する、親に対して子に対して、また教会に対しての啓示があることを感謝いたします。それを私たちが受け取ることができますように、この時を導いてください。主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。第3回目になります。この子を主に委ねますであります。サムエル記の今読んだところから2章全体は2つの家族が出てきます。非常に対照的な家族になります。まずハンナとこのエルカナの家族、そして今度は祭司エリの家族です。とても対照的に片方は祝福されてきます。しかし一方は奈落の道を歩いていくっていうですね、この極端になりました。片方はある面では教職家庭です。片方はある面ではとっても困難な家族でした。でも二つとも違っててしまったのです。やがてサムエル、このサムエルがエリに代わって祭司としてイスラエル王の大切な大切なことを導いていくようになります。一方エリの二人の子供たちはどん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 堕落していって、神様から完全に退けられていくというふうになっていってしまいました。さてここにまず私たちは子供に対してどうすべきなのか、自分はどうすべきかということを見事にわずかのところに書いた聖書の箇所があるのです。まずそれは申命記6章のところです。申命記6章です。これはとっても重要なことです。6章の一節に、これはあなたたちの神主があなたたちに教えよと命じられた戒めと掟と法であり、あなた方が渡っていている土地で行うべきもの、あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、
あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り乳と蜜の流れる土地で大いに増える。そして次から特に大切になります。聞けイスラエルよ、彼らの我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさいと言います。ここに心を尽くし、魂を尽くし、まあこの力を尽くして、心を尽くし、むしろ精神を尽くしてっていう方がいいですね。他の聖書からしますと、心プシケ、この精神プニューマ、これは霊です。力ソーマですから、これは体というふうにして、体を尽くして自分の心、知性、感情、意志を尽くして、そして霊を持って、それは神様からいただかなければないものですけれども、これを持ってあなたの神を愛しなさいという、これが実は私たちの生きる目的です。そしてこれは大人にも子供にもです。親にも子供にもということになります。そしてここに、あなたは子供たちに繰り返し繰り返しこの神様の言葉を教えてきなさい、神を教えなさいと言いました。そして教えるあなたはっていうと、実にこのさらにこれを印として自分の手に結び覚えとして額にかけと言いますね。ですからこれは本当に親にも子供にもものすごく的確に何をすべきかっていうことを教えている箇所、それがここであります。この教えるために、子供たちを教えるために、ここに7節にあるような、この8節にあるようにですね、自分の手に結びってこうありますから、本当に私たちが子供を育てていくためには何が必要かってならば、自分自身です。自分自身の神様からの取り扱いっていうもの、これなくして子供たちを教えていくってことは決してできませんね。子供たちに神を教える、これは一番大切なことです。親としての使命であり、そしてその使命を果たすためには自分自身がキリストの弟子となっていかなければ決してそれはできないものなのです。ですから信仰を伝えるっていうことは、これはこの大変なことなんですね。どうしかと言いますと、この罪人に神を教えていかなきゃいけないのです。子供は最初から善なるものでは決してないからなんですね。人の幸福はここにありますし、家族にとっての幸福も実はここのところにありますから、このところを私たちは学んでいかなければなりません。幸いここに出てくるハンナ、このハンナこそ実に私たちにとってのモデルなんです。あるいはこの教えてくださるお方、これはハンナそのものであると言ってもいいですね。このエルカナとハンナ、この家族、この家族はとってもとっても幸せな家族だったんでしょうか。あるいはあらゆることが満ちてたんでしょうか。子供を育てるためにはとってもいい家族だったでしょうか。どうでしょうか。実はこの家族、最低の家族なんですね。どうしかと言いますと、一番家族においての大事なところが狂ってたんです。あるいはそれが壊れてたんです。どこが壊れたかっていうならば、一人の夫に対して二人の妻があったのです。そしてそこから子供が生まれてき、そして今また子供が生まれてくるってことになりましたけれども、ですからこの家族は
悲しみの中から始まった家族であったと言ってもいいんです。しかしその中から一人の女、ハンナ、彼女の心、これは恐れ悲しみ、それからむしろ主の方に来ることができました。彼女はこの自分に差し掛かる痛み、悲しみ、苦しみっていうのを神様からの賜物として取ったのです。賜物として取るっていうことは試練として受け止めるっていうことです。試練っていうのは出来事を通して、この出来事をですね、神の方に向かっていくときに、これは試練となります。病気っていうものを神様からとして受け取って、このことを通して神に向かっていくときに試練になって、病気っていうものを今度はなんだ神様は信じてるね、こうなったのかって言って別のものに向かっていくときに、これは誘惑となりますね。私たちは神様から決断する心を与えられているのです。神様は私たちに人格を与えましたから、信仰っていうのは自動的になんかなるってことはないのです。いつでも神様対私、そして私が何を、どっちを決断するかです。そして私たち人間にとっての一番大切な決断は、それは神の方を向くか、神以外の方に顔を向けるかです。ハンナはこの自分に子供が生まれない、神様、私は神様信じているのに、こんなことを神様は私に恵みをくださらない、別の方にというならば、その時にはサタンはですね、悠々と働けるんです。なぜならばハンナが神様の方から別の方向に顔を向けたから。その時にはハンナの心、感情、意志、その部分にサタンはダッと入り込みます。そしていよいよ話そうとします。しかしその困難というものに対してハンナはですね、神様の方に向いていったんですね。むしろ向いていったんです。だから必死に神殿に行って、そして自分の悲しみを訴えてですね、このエリが、祭司が見ると、あの人は酔っ払っちゃって変ななってるってぐらいに、気が狂ったぐらいに彼女は祈り続けておりました。そこにこの子が与えられました。そしてやがて確信が与えられて、一章の18節にハンナはこうふうになりました。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のようではなかったと言って、神様に受けるこの確信、神が共にいるっていう確信を得た時に、自分に起こっているところの様々な問題は大きな問題ではなくなってしまったのです。このようにして彼女はこの勝利をしていった人でした。実にこの女性、この信仰、この信仰が実はこれからサムエルを育てていくっていう時に一番大事なものになっていったのです。だからこの私たちの信仰、これはとても大事です。ではハンナはどんな子供が与えられたんですけれども、どのようにして育てたでしょうか。それは21節からです。家族で礼拝に行くって言った時にハンナは拒否しました。私は行きませんと言ったんです。そしてこの子を私は育てます、この子が乳離れするまでは行きませんっていうふうにして言いました。さてこれちょっといろいろなことで疑問が湧きますね。どうしてこういうふうにしたんでしょうか。小さい時から教会に連れて行けばいいのにと思うこといっぱいあるんですけれども、ハンナは身ごもり男の子を産み、そのサムエルと名付けました。その名は神という名前ですね。その名は神、これがサムエルというこの名前です。しかしハンナは賢かったと思います。なぜならばハンナは霊的な状況ある程度見ておりました。どんな状況かっていうと、
教会がある面で堕落してたんですね。堕落してたんです。本当にエリの家族は、名前は祭司でしたけれども、その子供たちは非常に我欲に走っていく。子供たちをコントロールできないっていう状況があったのです。それが一つあったと思います。もし、ハンナがですね、そこの教会行くときに、本当に神様が見えるっていうんだったら、絶対連れて行ったはずです。そうしますと、私たちは、ここにおいて考えなきゃなりません。自分自身のそれを判断するのは冷静だと思いますけれども、やはりどこの教会に行くか、誰と交わるか、誰によって神様と共に礼拝していくかっていうこと、それはこの選ばなければならないと思います。まず自分自身がこの霊的に満たされるところっていうこと、それはですね、この私日本人は一つのここにいたからこれは義理でも人情でもここでいなきゃいけないっていうような形になってしまいがちですけれども、それはどうかと思いますね。そして彼女は血離れするまでここに置くと言いました。血離れするっていうことはどういったことでしょうか。これは単に母親の胸からのお乳っていうんでしょうか。それを飲まなくなった年齢とすならば、まあ1歳でしょうか、1歳半でしょうか、となりますね。でも、そういったことではないと思います。1歳半まではここにおいて、1歳半になったら連れていくっていうんじゃなくて、明らかにハンナがいるこの血離れっていうのは、これは霊的な血離れ、ということを意味していると思います。霊的なということか。母親から乳を飲み、そして自分のこの食事で食べるところ、これを血離れとならば、これは霊的にはこうふうになります。本当に霊的な、そして人格的に大切なことをその子が教えられて、いろんな面を判断できるようになるまでということです。これがある面で血離れっていうふうにすることができます。第一コリントの3章の2節に、私はあなた方に乳を飲ませて固い食物を与えませんでしたとこう書いています。ですから私たちは最初霊の乳を飲む。霊の乳を飲むっていうことはそこに誰かがいるっていうことです。母親がいるっていうことです。母親がいるからこそそこの父が出てくるんですね。そのように私たちは最初誰かから本当に霊の父を与えられていかなきゃいけないんです。自分では飲めないんですね。そして最初から固い食物、自分で飲めないっていうよりも赤ちゃん飲む力あるんですけれども、自分間で固い食物は最初から食べれないんです。食べれないから霊の乳を飲ませてもらって、やがて体が強くなっていろんなことが判断すると、私たちは自分で食べていく。しかもそれがこれはいいものだ、これは悪いものだっていうこと、そういったことまで教えられないとこれはわからないですね。そうしますと、ハンナはここに置きまして、子供に何か与えないというんじゃなくて、彼女は霊の乳を子供たちに必死に与えようとしておりました。これがとてもとても大切なことになってきます。霊の乳です。神様を知り、神様を礼拝する、そして神様に従うっていうこと、これを一番基本的な信仰、これは実は親が牧師にならなければならないんです。教会に任せてはなりません。それは徹底的に親の責任としてこれをやっていくべきなのです。そして親はまたこの教会の中においてこの御言葉を、交わりを、パン先を、そして祈るっていうですね、この中において親はまたもっと固い食物、それをいただいて、いただいて、親はいっぱいですね、おっぱいを出すような、そういうような霊的な親に成長していかなければならないんですね。
第一ペテロの2章の2節にも、生まれたばかりの血の身子のように待ち歴のない霊の父を慕い求めなさいとあります。ですから最初私たちは誰かから霊の父をもらわなきゃいけない。神様からの直接の食物、固い食物、なかなか食べることができませんね。自分のことを考えても本当にその通りなのです。そして私自身は本当にいい霊の父をいただいたとですね、とっても感謝してるんです。それは最初の時にはあんまり、この名古屋に来るにはあんまり霊の父っていう方も、この聖書そのものっていうものをもらうことはできませんでした。その集会がそのような雰囲気じゃなかったからです。そこでもらったのは、神は生きてるっていうですね、この命、勢いっていうんでしょうか、それをもらうことができました。そしてここに来てから私は近藤牧師からいただいたんです。何よりも聖書基礎講座でした。それこそ私にとっての一番いい霊の父となって くれました。私はやがてここに7年間いて開拓伝道に出ました。一度もメッセージすることはここではありませんでした。教会学校ではしました。始まる10分ぐらい前に準備して話をしてたんですね。そんなようにしてたんですけれども、でも開拓伝道出て、開拓伝道が一つにはできたっていうのは2つの要件があったんです。一つには霊的体験っていうのをいろんな面によってしてたっていうことです。聖霊に打たれるだとかな。もう一つは、それは霊の父である、この御言葉の方の父、本当に直接的な神様との交わりと、御言葉をから自分でそれなりにご飯を食べれるようになってたっていうこと、これが一番大きかったんですね。そのように霊の父、これは何よりも親が子供に与えていかなければならないんです。ですからハンナがこの子供を手放したのは何歳ぐらいかというならば、私は6、7歳だと思います。6、7歳までっていうのは、この人間の病理学、この心理学的にもですね、これは親から一生懸命あらゆることを親が一番の時なんです。そしてそこがから今度はですね、友達だとかいろんな関係が出てきますから、今度は自分で選んでいろんなものに接していく、そのような時期に入ってきます。その前に私たちは本当に神様の霊の父をもって、子供たちがやがて出て行って自分で食物を食べれる、その時に選択できるように、これがいいか悪いかっていうのを選択できるまでしていかなきゃいけないのです。そのようにして子供を霊的に育てる。これは並大抵のことではないんですけれども、最もやりがいがあるところの親の仕事ということができると思います。この、いつでも聖書を読ませる。うちのこの子供の一人がですね、このちっちゃい子供を大人の聖書の学びの場に出させているんですね。そして字が読めないんです。でもその時に母親がですね、イエス様はって言うと、イエス様はってですね、こう読むんですね。そしてこのメッセージ始まってわからないですから、そばで遊んでいるっていう形でですね、それはある面によってはこの毛穴礼拝って誰かが言ったんですけどもですね、本当に小さくていろんなことをわからないかもしれないけれども、この場において神が生きてるっていうこと、それは私たちが本当に真剣に神様を礼拝しているならば、子供たちは毛穴からでも礼拝できるはずなんですね。そしてそれは日頃の親と子供の関係中において、子供は親が、神が生きているっていうことを親の中で見ることができる、そのような関係を作っていくこと、そしてそこに御言葉を教えていくっていうこと、これをとてもとても大切なことでになります。あなたもあなたの子孫も子も孫もっていうことですから、この私たちが子供たちと共に、そして家族と共に
通して神様を礼拝していくっていうこと、これはとてもこの大事な大事なことになります。そしてハンナはもともとサムエルっていう名前をつけました。サムエルっていうですね、この名前をつけていったように、それは神様に最初から捧げているんですね。というのは神様に自分自身を捧げているからこそ、子供をそのようにこの捧げることができると思います。7歳を過ぎる頃から周りのものに興味を持ちます。親の範囲を超えて様々なものを求めていく、友人を求めていく、それには友人に自分を合わせなければならなくなってしまいます。テレビ、ゲーム、漫画、どうでしょうか。これは本当に私自身は危険だと思います。私はテレビを置きませんでした。漫画を置きませんでした。ゲームは一切させませんでした。子供たちがこっそりゲーム機を買った時には目の前で金槌で私は壊しました。そしたら後で子供は言いました。ソフトだけ取っておけば売れたのにって言いましたけど、何をバカなこと言うか、うちはダメなものはダメだと言いました。でもそれは良かったんですね。後で子供が超えてくれました。ああいったふうにされたことが本当に良かったって、こうこのけじめをつけるっていうんでしょうかね、それはとっても良かったと言いました。しかしそれはまた愛の中でやっていかないと、これはダメになりますね。愛の中でやっていかなきゃいけない。うちの子供たちので一番楽しかったことはいつですかって聞いたらですね、月曜日だって言うんですね。月曜日私は午前中で、午後ですね、子供たち帰ってきた時から途中から車で家族で連れ出していく。そして夜にですね、我が家は生産式をやったんです。毎週毎週生産式。もちろん子供たちはこの洗礼を受けてないですよ。本当にちびなんですけれどもですね、その時になる時にこのおやつを用意して、そしてですね、この賛美歌を歌って生産して、これ俺は誰々ちゃんのために神様がイエス様が咲いてくださったお体です、これは誰々ちゃんのための罪の許しのためのブドウ酒ですって、私教会でもらえないから子供たち喜んじゃってですね、こんなぐらい渡してですね、どっちが多いか少ないかみたいなですねことにもなるんですけれども、そういったような中において育てていくっていうことですから、ハンナの願いはですね、クリスチャンにすることじゃなかったんです。神のに捧げる子供が目的だったんです。最初からそうだったんですね。要するに私たちに言うならば、キリストの弟子とするっていうことです。そのために親が最初から目標をはっきりと定めておりました。そうです。私たちの人生において大事なこと、どこに自分自身の目標をはっきりと定めるかっていうことを言って、未来をはっきりとするっていうこと、そうすると今何をすべきかっていうことが分かってくる。未来がはっきりしていないと今することがぼやーんとしてくるのです。私たちは神よってあがなわれ、神に捧げられるもの、これがこそ私たちがこの目指さなければならないところであること、このことを覚えていかなきゃなりません。子供たちが本当にこの世に出ていく前に、子供たちの中にキリストが形作られていく。このことが、この必死でやっていかなければならないんですね。ましてや今は誘惑が昔よりもっと多いと思います。そこの誘惑に負けないようにしなければなりません。ハンナはそのことをわきまえておりました。ですからハンナは自分の手元においてキリストのを徹底的に子供に教えるっていうことを選び取った人だったんです。先ほどの申命記の6章の1節からの、子供の命、これは親の責任です。親である最も大切な使命、子に命を伝えるっていうこと。神の命を伝え、
子供が神の命によって生きるようにしていくっていうこと。高い理想でしょうか。高い理想ではなくして絶対の理想なんです。このことを私たちはいつも覚えていかなきゃなりません。さて、悲しい家族でしたけれども、ハンナの祈りあるいは決意っていうものは夫のエルカナにも通じておったようであります。ですから、この子離れしてから捧げます、いつまでもとどまらせましょうと言いました。今行かない、ある程度になったらこの子を神様に捧げて、そこに捧げ尽くすと言いました。そしたら23節に、夫エルカナは妻に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待つが良い。主がその子と成就してくださるようにと言いました。妻を支える夫になってたっていうこと、これは幸いです。ですからエルカナ、やはりこのハンナの祈り、またこんないろんなことをですね、彼も理解することができるようになったように思われます。日本において子供を育てるっていうこと、これなかなか難しいようですけれども、っていうのは男性が忙しすぎるっていうことが、時間が割かれすぎるっていうことがあります。でもある人が言いました。男性は、夫は前と後ろに立ちなさいと言うんですね。前と後ろに立ちなさいと言いました。そして真ん中は妻の仕事でもいいんだと言いました。前っていうのは何かっていうならば、何をするかっていうことの先頭、決めるってことですね。そして我が家はこうするってことを決めることです。そして最後立つっていうのは、その責任は自分が負うってことです。そして具体的に子供に関わっていく、両親にとって一番大事なのは子供を神の子にするっていうことです。そして一番前にやっぱり男が清い手を挙げて立たなきゃなりませんし、その責任っていうのは男性が持たなきゃなりません。そしてその真ん中は女性が直接関わっていきます。やはり女性が一番神様を与えた賜物なんですね。お腹の中で育てて、産んで、胸で育てて、そして本当にご飯を一つ一つ与え、すべてのことを関わっていく。その中において幼児期、これはとても大切で、母親が一番関われる時期なんですね。そして12、3歳過ぎてからは、今度は特に7歳ぐらいからは、また男性がとっても重要になってきます。このようにして、やっぱそれぞれのこの分かれた役割があります。エルカナはそうしなさいと言いました。彼は前に立ってくださったんですね。ですからなおさらこのハンナはですね、子供を育てるっていうことに十分にそこに力を注ぐことができたんではないかと思います。そこにサムエルが育ってきました。エルカナ、このハンナ、子供を彼らは主に委ねていきます。エリのもとに預けていきます。神の神殿で使えるものとしようとしております。そしてハンナは祈ったんですね。日章になります。ハンナの祈りが出てきます。このハンナの祈りは、サムエルに対するところの祈り、子供に対する祈りでもあります。神の御心にかなうものになり、神様の栄光を表すことができるようにな、子供になるようにと必死の祈りをしております。これが非常にですね、一節一節がとても的を得た祈りをしているのです。まず一節に、ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う、という一節。これは人間の存在が何かっていうことをハンナはよく知ってるんです。自分の存在は何かっていうことを知ってるんです。それは主にあってのことなんだ。
ですから私たち親としてですね、それは子供がどうなってほしいかっていうことは、自分がどんな存在かっていうことがはっきりと分かってなければ子供にはっきりと伝えることはできませんし、子供がこうなってほしいっていうことを祈る祈りもですね、的を得ることはできないんですね。主にあっての自分、喜びもあるいは自分自身の存在も主にかかっているってことを言いました。2節に、聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない、岩と頼むのは私たちの神のみ。今度は主とは誰かってことを言っております。それは聖なる方であって、自分がこのより頼むことができる岩だ、自分自身が立つべき存在はこのお方なんだ、そのことを言いました。3節に、おごり高ぶるな、高ぶって語るな、思い上がった言葉を口にしてはならない、主は何事も知っておられる神、人の行いが正されずに済むであろうか。3節に、今度は人の領分っていうんでしょうかね、人間っていうのは何者かっていうこと、そのことをここに、おごり高ぶな、高ぶって語るな、思い上がった言葉は口にしてはならない、人間は何者であるかっていうことを彼女は知ってました。ですからこのように祈りました。4節、5節に行きますと、勇士の弓はおられるが、色めく者は力を帯びる、食べ飽きている者はパンのために雇われて、4節5節、人の価値観について彼女はよく知っておりました。自分の力はこの、勇士の弓はおられるがっていうのは、自分の力で生きるものっていうことですね、はおられるけれども、よろめく者は力を帯びる。次は5節も同じ繰り返しなんですも、食べ飽きている者はっていうのは、このように満足している者は、これは自分がやがてパンのために雇われるっていうことはですね、惨めなものになっていくってことです。飢えているものは再び飢えることがない。むしろ乾いているもの、貧しいものはやがて満ち足れるっていうこと。次の言葉も同じです。子のない女は7人の子を産み苦しむ。要するに主にすがるものは豊かに祝福を受ける。多くの子を持つ女は、っていうのは、世を命としていっぱい、世をいっぱい持つもの、そのものは衰えるっていうふうにして、本当にここに貧しいもの、今飛んでいるもの、悲しむもの、今笑っているもの、そういった神様にある人間の幸せの基準っていうものを、彼女はしっかりと知っておりました。6節、7節、8節に、主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。これは神様のご計画について書いております。権威について、神様がそれをお持ちであること。命について、それは神の御手に握られていること。7節に、貧しさ、富、これらの存在、8節に、神が与え、神が保ち、神が定めるってですね、ここに徹底的に神、神、神、主、主、主とこうなっておりますね。このようにして、この8節の途中から、大地の諸々の柱は主のもの、主は世界をそれらの上に据えられた、主の慈しみに生きる者の足を主は守りで、こう書いています。神の御心を歩む者、あるいは神逆らう者の結末、人生の結果ということを彼は知って、それを祈ってましたし、この子がですね、その結果を歩むのではなくして、この神が備えた結末のに到達しますように。ですから彼女はですね、自分の存在、神様の存在、神様と自分との関係、自分はどうあるべきかっていうことを知ってました。その上において、明確にこの祈ってたんですね。子供を神様の子供にするっていうこと、本当にこれは難しい
ことに思いますけれども、しかし神様は助けてくださると思います。私は自分のことをこのあまり忙しさに関わってですね、私なんかは本当に前ちょっと走ってですね、まあ走りすぎちゃって家内が後ろからやっとこうついてくるぐらいの人生で本当に負担をかけてしまいました。でも私は非常に感謝していることがあります。それはうちの家内はいつも泣きながら祈っていたんですね。祈る場所がないので洗面所とトイレと風呂場があるそこの半畳ぐらいでしょうかね、そこだけはこの戸が閉まるんですけれども、そこでいつも泣いて祈ってたんです。時にはそれはですね聞こえてきました。子供のために泣いて祈ってたしですね、私のために泣いて祈っておりました。それは本当に感謝します。そしてそれは子供たちに通じたように思いますね。そしてこのうちの家内の場合には本当にやっぱりこの厳しかったです。霊的なけじめにおいて厳しかったですね。他のことは全然起こることはありませんでした。でも霊のことにおいて子供たちが間違ってしまうときにはそれピシッと厳しかったですね。そして祈りました。手を取って祈ってあげてましたし、泣きながら子供とですね、子供に泣きながらこの祈っておりましたね。そういったふうにしてハンナのことを思い出すときに、あ、ハンナはサムエルをこのようにして育てたんだろうな。理想的ではない、理想ではいかないんですね。子供も罪人なんです。その罪人を神様のに持ってくるっていうことはものすごいエネルギーが必要です。そしてそれは人間にはできないことなのです。神だけができること。だとするならば、私たちがすべきことは神様の御心を知って、神様の御心が成就されるようにただ必死に祈ること。子供たちはこのある年齢になると等しく子供たちが言ってくれました。僕の模範はお母さんだお父さんではないんですけれどこの、まあ、私のことも言ってくれるともあるんですけれども、それは何よりも神様を教えてくれた、そして神様に従うことを教えてくれたとこの言って、この誕生日カードの中に書いてくれるのはですね、一番やはり親としては嬉しいことです。そうです、私たちにはハンナは祈りましたね。ただ伊達に祈ったんじゃないです。御心を知ってました。どうなるべきか、人間はどうあるべきか、自分と神様のことをよく知ってましたから、それを子供と神様のことに関して的を得て祈ることができましたし、そこを教えることができたんです。ですから子供を神の子にするっていうことは、よく言います、家族伝道は自分自身に対する伝道だと言いましたね。それを言ったのは榎本康郎牧師なんですけれども、本当にそうだと思うんです。そのようにしてこの私たち自身がこの的確に物事を見、そしてその判断し、そのために祈っていく、これはどこまでも大切なことです。そうするときに完成する主がおられます。主が到来してこれを完成すると言いました。実節から、主は逆らう者を打ち砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。主は地の果てまで裁きを及ぼし、王に力を与え、油注がれた者の角を高く上げられる。すなわちイエス・キリストです。これはイエス・キリストがその人の内側に高く上げられてくる。要するにイエス・キリストがその子供にとっての主になっていくっていうこと。そうです、神がしてくださるんです。神がその子を成長させ完成していってくださるんですね。ハンナが血離れしたこのサムエルをエリに渡しました。やがてエリ、これはまた意味深な言葉ですね。エリっていうのは
高いっていう意味です。高い。あるいは高く上げるっていう意味もあるそうです。そして餅もエルっていう言葉がエルサレムだとかですね、エルっていうのは神っていう言葉ですね。このそしてエリっていう言葉はそことちょっとあれするんですけれども、ちょっとやはりこれはですね、神っていうふうにしてとってもいいと思います。ある程度まで私を育てていったならば、あとはその子を神に委ねる、本当に神に委ねていく。そうするとその神様がここにあるように高く上げられるっていう時に、もちろんその人の中で神が高くされるっていうことは、当然その子自身が上げられていくことなのです。なぜならば神と一体となっているからです。そのようにしてこの 彼女はこの委ねていったのです。でもそこまでは自分自身がこの責任を持ってってんでしょうかね、必死になってその子供を神様の子供として生きました。親の使命、神を自分が自分の中に固く高くしていく、自分が弟子となるっていうこと、子供に神を教え、神の言葉によって生きるように訓練していく、子供が神に服従するようにしていく、そして子供が自分自身を完全に神に明け渡していくように。ですからこの幼子だったのにもかかわらず、神殿に連れて行った時にものすごい牛を連れていくわけでしょ、その自分の子供のために。この牛はこれは何かっていうと犯罪でした。犯罪っていうのは献身の供え物だったんです。自分を神様に捧げるっていうですね、この供え物だったんですね。この小さな子供のために誰がそれを捧げてるんでしょうか。それは親です。親の献身っていうものが、まあこの振り返ってみればですね、親の献身っていうものが子供をまた捧げ、そして捧げられた子供がまた自分を捧げていく。このようにしてサムエルはこのどうしようもならなくなったこのイスラエルを立て直すところの預言者となってここに立っていくのです。ハンナハンナの祈り、それは子供を主に捧げるってありますけれども、実はハンナは自分を神様に捧げていたのです。私たちもまたハンナとして生きていきたいと願います。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。どうぞどうぞ主よ、あなたは私たちにこの不思議なことをしてくださいました。そして今私たちに子供を与え、あるいはまた独身の方もおりますけれども、しかし霊の子供もまた私たちに与えられたところの子供であります。どうぞしよ、どの人に対してもハンナのように祈っていき、そしてそのために自分自身を主にもっともっと捧げていけるものになりたいと願います。導いてくださいますようによろしくお願いいたします。また今ここに親になっている私たち、また幼子を持つ親たちを特別にあなたが祝してくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。